はい、皆さんこんにちは。上がるうとこ師の武田と申します。えー、いよいよ社労士の本試験が近づいてきました、えー。皆さん準備の方はいかがでしょうか。えー、おそらくお気持ち的にはかなりこう気持ちが焦ってるよっていう方が多いんじゃないかなと思います。でこれ安心してください、えー。今見てくださっている方全員同じ気持ちだと思います。 昨年までの今までこう合格していった方たちですねその方たちも私も含めてですね全く同じ気持ちを直前期は持ったわけですね自分がずいぶん他の受験生より遅れてるんじゃないかって思えたりとかあれもできてないこれもできてないっていうふうにこうできていないことばかりにこう目がいくわけですねで気持ちがかなりこう焦っていたと私もそうだったのを思い出しますでも皆さんの実力っていうのは最後の最後まで伸びます 本試験のもう前日まで、まあ、極端に言えば本試験の当日のその朝のちょっとした時間ありますよねそこまでも皆さんの実力って伸びますので、えー、ぜひ最後の最後までえ諦めずに今年の合格を信じてえ戦い抜いていただければなというふうに思います、まあ、模擬試験っていうのをこういろんなところで受けるって方もいらっしゃると思うんですね、えー、私も模擬試験いくつか受けましたじゃあ合格点毎回取れたかっていうとそんなことありません、えー、2回に1回ぐらいは不合格だったんじゃないかなっていうふうに思いますでも本試験はやっぱそれでも合格できたんですね やっぱり最後まで諦めずに続けた結果だと思いますので最後の最後まで一点でも積み上げられるよということですねそれを信じてやっていただければと思います。で直前期に入りましたので、まあ、皆さんそろそろその講義の方は,はぼちぼち終わって総まとめの期間ということに入りますね。でアガルートでも直前対策の講座っていうのをご用意しておりますのでちょっと改めてになりますけどどんな講座があるかっていうのをご紹介させていただきます。 えー、直前対策パックってことで、えー、6つほどですね、えー、講座が含まれております、まあ、もうご存知のものも多いと思いますけど、まあ、簡単に見ていきたいと思いますまず実力確認等連というものがありますまあ答練ですね、えー、社労士の試験というのは最近ではもう過去問だけでは合格できなくなったというふうに言われてます皆さんも過去問はかなり潰してるんじゃないかなと思いますでもまだ未出の問題というのは当然本試験には出るわけですね えそれらをインプットするまあもちろん当連なんでアウトプットなんですがアウトプットしながらその未出の知識をインプットしてもらうとこういう位置づけのものになりますえそれから科目横断整理講座っていう講座がありますえ社労士は10科目ありまして科講座がその本当に多い科目が本当に多いわけですねで似たようなその共通の論点っていうのもたくさんあります例えばその適用とか適用除外とかえそれから給付制限とか 時効とかそれから不服申し立てとかいろんな法律に出てきますよね。で勉強してるとあれ労災はどうだったかな雇用保険はどうだったか健康保険年金どうだったかかなりこうごち,ごちゃ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 していきますよね。皆さんの勉強が進めば進むほど知識ってのはこう混同しがちになってくるんじゃないかなと思います。でそれを一気に整理しようとそれぞれ共通のその論点ごとにですね知識を整理しようとこれは科目横断整理講座というものになります。 それから法改正対策講座があります。社労士試験は本当に法改正が多いです。えー、皆さんが講義で勉強していた時にはその時点での最新の情報っていうのがテキストに収められているわけですが、社労士試験っていうのはその後にまた改正がされるっていうものが多いんですね。で、それは皆さんのテキストの中にはまだ掲載されていないものになります。それをこの法改正対策講座の中で皆さんにご提供してインプットしてもらうとそういうものです。 で最近変わったものだけじゃなくて、えー、やっぱりこう改正の中で重要だと思われるものですねもう皆さんがメインで使っているテキストには載ってるんだけどやっぱこの改正情報って重要だねっていうようなものですねそれも改めて取り上げてますので講義の復習としてもお使いいただけるんじゃないかなと思います。それから選択式集中特訓講座です。えー、社路試験は選択式本当に怖いですね 合格点を取っているんですけどもう何年も連続で選択肢でいわゆる足切りに引っかかってしまって不合格になっているとこういう方が本当に多いのがシャロシ試験の特徴になりますで選択肢はどこが出るかわからなくて本当にこう怖い試験ではあるんですけどもみんなができないところってのはやっぱりこう救済が入りますよね。えー、2点でいいよとか場合によっては1点でいいよとか救済が入るわけなんですがそれでもやっぱりこう2点とか1点とかっていうのはなんとかこう食らいついていかなきゃいけないわけですよね。 でそれをどうやって食らいついたらいいのかっていうそのテクニック的なところをお話しするこれが選択式集中特訓講座になります。こう文脈をよく読んでですね、えー、選択肢を絞り込んでいくっていうことが確かにこう問題によってはできるんですね、まあ、その辺りを、まあ、レクチャーというか、えー、お話しするのがこの選択式集中特訓講座になります。それから白書対策講座です。 社労試験はご存知の通り白書からも出題がされます厚生労働白書とか労働経済白書とか白書から統計的な出題とされますよね。で白書っていうのは厚労省のホームページなんかで公表されるものなんですけどもあの分量をこの時間がない時に皆さんご自分で読んで判断するどこが出そうか判断するこれかなり難しいですよね。で皆さんががやややる代わりりにそれを講師がやります講師師ますって 特にここを押さえといてもらいたいなというところそれをまあ選抜しましてご提供するとこれが白書対策講座というものになります。でそれから最後これはもう言うまでもありませんけど模擬試験ですね、えー。普段学習していてもなかなか本試験と同じ時間で同じ問題医療を一気に解くということはなかなかしないと思います。 でそれをを模擬試験ではいや本試験験ででは本とと同じことをやるわけですよね。まあ、野球で言えばオープン戦みたいなもんですねこのオープン戦で、まあ、ある程度こうリズムをつかんでもらってで本試験に入ってもらうとら時間の配分なんかは模擬試験を受けないとどうしても分かりませんので、まあ、その辺りつかんでもらってですねご自分のペースをつかんで、まあ、いいリズムで本試験に入ってもらうとこういうものになります。 この6パックですね、6講座ですね、これを直前対策パックということでご用意しております。もともと講座をカリキュラムで取っている方、取ってくださっている方は、そのまま入っているよというものも多いんじゃないかなと思いますで。これらは弱点強化の弱点を補強するというような講座になりますので、まあ、それぞれこう単価でですね、取ることができます。ですから、普段は例えばこう独学で学習されていて、 直前期の講座だけ考えているるよううなんて方もいらっしゃると思うんですねでもパックで全部はいらないよとピンポイントでこの部分だけ弱点だから、まあ、法改正だけ取りたいよとかそういう方もいらっしゃると思います。で単価で取得と取るってこともできますので是非、まあ、ご自分の,その状態、えー、こう考えてもらってですね自分はこの部分が弱いからこの部分を補強しようとその部分をピンポイントで受講するとそういうこともできますのでね是非、えー、ご自分に合ったものを受講していただければなというふうに思います。 はい、ということで、えー、まあ、いよいよ直前期に入ったわけですね、えー。もう最初に言ったようにですね、ここまで来ると気持ちの勝負になりますので、えー、ぜひ皆さん本試験、今年の本試験で合格するんだって気持ちですね、これを最後まで諦めずに持ち続けていただければなというふうに思います。もう一度言いますけども、も皆さんの実力っていうのはもう最後の最後まで伸びますのでね、えー、今年の合格をぜひ信じて戦い抜いていただければと思います。応援しております。